はい、皆さんこんにちは、ワンダリー LBC です。では今回は低速の決断法、パープキット PS 版続きをやっていきましょう。前回ですね、イギリス艦隊を地中海から締め出すということで、こちらのジブラルタル海峡の攻略を行いました。で、戦力の回復を待って、さらに艦隊をドーバー海峡まで進めていきたいというふうに思っています。で、空母への航空機の充填は、裏でやっておきましたので、まずは時間を進めていきましょう。で、前回戦艦が3隻失われてしまっているので、これをなんとかね、取り返すというところからになります。で、早速、ここで、敵の艦隊が防御の薄いアラビア海にやってきたわけだな。アラビア海はどうにもならないので、ちょっとね、時間をバーッと進めていっちゃいます。はい。アラビア海何度か守り切ったんですが、ちょっと戦力がなくて厳しいので、まず飛行場をアラビア海にもう一個作りましょう。3つの飛行場の体制で臨みます。で、さらに、航空機ですね。これも、数を増やしましょう。もう今、事実上このアラビア海に艦隊はいないと。いう状態なので、これを補うために、航空機をね、さらに増やしていきましょう。まずは、偵察機の数が足りていないというのがよく分かったので、偵察機ですね。航続距離の長い虹の戦闘機でいいかなと思います。虹の戦闘機を思い切って、数を配備していきましょう。水艇とかだとね、零式の水艇が航続距離200あるのか。ただ、航空機の数自体が全くないので、これを作っておくというのは一つの手かもしれないですね。左右も全くないしね。そうすると虹の攻撃機ちょっともったいない気もしますが、虹の攻撃機を配備しておきます。で、やっぱり敵の艦隊を叩きたいので、雷撃機ですね。これの数を増やしましょうか。西の攻撃機の数を思い切ってガツッと増やします。で、こっちに関して言うともうそもそも数自体が足りてないので、一旦自動配備にして、雷撃機と爆撃機の数をそれぞれ鬼のように増やしましょう。97式の飛空艇17だけ？数が足りなすぎるな。まとまった数が欲しいので、ここも虹の爆撃機を置くしかないかな。これを100機。これだけでもだいぶ変わってくると思うんですけども、さらに雷撃機も残っているものを全部投入する。8隻しかないね。8機しかないね。ちょっと数に不安がありますね。ということで、今回は航空機を中心に生産を行っていきましょう。まずは戦闘機は、虹の戦闘機はどんくらい残ってんの？残り。未配備が8しかないのか。ここはじゃあ40ぐらい作りましょう。まあ、最悪、偵察機も兼ねてということで多めに作っておきます。で、二重の爆撃機は80。で、二重の攻撃機を残り全部の、金を突っ込みましょう。これでもう何もできない。今回はね、石油を投資したりとかっていうこともちょっと難しいかなという状態ですね。でだ、潜水艦隊が今、マラカ、つまりシンガポールまでやってきているので、これが次のターンで一応アラビア海に入ってくるという状態ですね。では、ジブラルタル海峡から先に、進めるための艦隊の再編を行いましょう。ただ、これもね、正直言ってこの、ジブラルタル海峡を守る艦隊がいないという状態になってくるんで、考え物は考え物ですね。第7艦隊。これを一旦ジブラルタルまで移動して、次のターンで艦隊の再編を行いましょう。時間を進めます。お金がないので。双発ジェットの機体が開発可能になったという情報ですね。ここでジブラルタル取ったのでボーナスが入ってくるので、このお金を使って開発費当てていきましょう。おお、近藤さんが大将に昇進したか。西村さんが少将に昇進。木村さんも少将か。大佐からついに少将ですね。さあ、次の作戦目標ですが、まあ、ここはカナリア沖、マダガスカル沖とありますが、一旦カナリア沖、いや、そうだね、カナリア沖に設定しておいて作戦目標を随時変えていきます。まずは、ちょっとしばらく危険になるであろうジブラルタル。ここに、飛行場をね、作ります。2つほど作りましょう。で、前回内政が全くできなかったので、今回は内政を先にやりましょう。とにかく今はイギリスを早く降伏せしめるというところですかね。兵器開発は双発ジェットは早めに入れておきたいよな。ロケット弾も欲しい。これでお金が16,000か。なかなか厳しいで。では残ったお金を使って、まずは、従順を、数を揃えましょう。まあ、従順はね、甲斐最上型をずっと作ってるので、今回も甲斐最上型でいいでしょう。それに軽巡ですね。どうしても空母に随伴させるために、この辺りは数が欲しいところです。で、艦隊の再編ですね。第3艦隊に、まずは、第6艦隊の従順。これを3つ入れます。で、さらに、第7艦隊の戦艦空母。これを編入。これでもう戦力としては十分かな。第3艦隊ですね。ここに、まずは提督を入れていきましょう。宇垣さんを入れる。で、残りは、少将クラスを、新しく編入された、中将、少将、大佐、このあたりの上級士官を任命していきます。まあ、結構沈んでしまったんでね、前回は戦艦が3隻失うような戦いもあったというのもありますからね。これでいいでしょう。これで戦える戦力は整ったと言えるんですが、第15艦隊が来ているものの、どうしてもここを空にできないからね。ここジブラルタルを空にできない事情がある以上は我慢して待つしかないね。敵の艦隊戦力がわからないので、一旦スパイを入れておく。ではターンを進めちゃいましょう。アラビア海か。アラビア海は来るね、敵の艦隊が。まあ、ただ今回は潜水艦隊投入してしのぎましょう。まあ、今回はね、航空機の数を爆発的に増やしてるんで、まあ、バッタバッタと敵の、戦艦、空母、大型艦を沈めてほしいなというところですが、まあ、ここもね、特に操作することはないので、時間は進めちゃいます。はい。潜水艦をまた大量に失うという、大損害を出しましたが、アラビア海は一旦守りきりましたね。なので、ここでまた潜水艦を増強しましょう。16隻出して15隻沈められたので、沈められた分の15隻だけ作ります。いや、アラビア海ほんとやばいな、これ。そしたら、ケイジュンを一旦、ジブラルタルに進めましょう。で、艦隊としては、第3艦隊、空母艦隊2隻、2艦隊かな ?2 個艦隊を、一旦スペイン沖に進出させる。もうちょっとこれ以上時間かけてもいられないんで、で、余ったお金で、まずはアラビア海、国機、追加配備は必要ないかな。じゃあ、生産しましょう。まあ、戦艦3隻失ってるので、まずは甲斐大和。これを建造しておきます。で、あとは国政で技術投資、まあ、お金がないので薄めにはなりますが入れておきましょう。いやー、お金が欲しいな。どうしようかな。次のターンは輸送船とか作って占領してきたところに輸送船をばらまいていきましょうか。いくらなんでも、ちょっと足りなすぎるっていうね。うわ、ドイツがドーバー海峡に侵攻して、こんなにも損害を出している。まず正規空母、これ4隻失ってますもんね。第8艦隊見ると。これは温存してほしかったな。まあ、我々がその代わりスペイン沖をダッシュしましょう。まずは第三艦隊は、戦艦部隊なので沿岸を進むしかないので沿岸を進みます。で、空母には航空機を満載してあるので、まあ、このままね、航空機の戦力で押し切るという戦い方を、念頭に置いています。敵の航空基地の場所はマップ、初期配置であれば、わかるんですが、初期配置じゃないとちょっとわからないかな。では、まずは沿岸の捜索から行います。打撃艦隊は中へと入っている。で、今は雨が降ってるんだな。だから、まあ、特に何かできるという状態ではないですね。偵察機をできるだけ早く飛ばしたいところではありますが。さあ、敵艦の位置を探りましょう。雨が止んだらすぐ偵察機を飛ばします。了解。今のところまだ新しく飛行場が建てられた形跡はなさそうなので、1個しか飛行場はないかもしれない。あと、敵の艦隊戦力も配備されてない可能性がありますね。ここまで遭遇する気配がないので、まあ、偵察機を飛ばしていきましょう。まずは敵の飛行場を発見しましたね、一つ。早速爆撃機を飛ばしていきます。まあ、このタイミングで運悪く敵の艦隊を発見するとなったら最悪ですが、まずは目前の敵の飛行場を破壊していきます。他、敵の艦隊飛行場2つ目3つ目はありますね。敵の飛行場はただ敵の艦隊はいなそうなので、ここはもうじりじりと削っていきましょう。あとは敵のね、飛行場の数はあっても航空機の数が少なければ大した害にはならないという可能性もありますからね。今のところ敵の飛行機がすんごい飛んでるなーっていう感じはしない。さあ、味方の爆撃機が飛来中です。結構な数飛んでいるはずなので、まあ少なからずね、そんなに遠からずかな、遠からず、飛行場は破壊していくことができるかなと思います。了解。了解。敵飛行場撃滅。一つ目の飛行場の破壊が完了です。二つ目の飛行場の破壊に移ります。いや、戦艦大破ってさ、ちょっとまずいよ、戦艦が大破は。撤退させよう。戦艦をこれ以上失うわけにはいかないので、戦艦を退避させてクルーザーでなんとか敵の基地を叩いていきましょう。さあ、では航空隊を飛ばしていきます。ここはこらえるしかないので、戦艦を失わないようになんとか残りの戦力で敵の飛行場を2つ破壊していきましょう。まあ、艦隊がいないだけマシですよね、敵の艦隊。飛行場は3つあるものの、配備されてる飛行機の数が言っても多くないっていうのが大きいかな。日没まであと2時間半であれば、1回は航空隊による攻撃ができると思うんですよね。雨が降り出す前にもう1回空撃をかけてほしいな。航空隊発艦。雨が降り出す前に目的地まで到着してほしい。航空隊発艦。第4艦隊からは爆撃隊が飛んでますね。第5艦隊からも爆撃機が飛び始めています。今画面上は敵の、マップ上側の飛行場を映していて、ちょうど今味方の航空隊が敵飛行場上空までやってきたというところですね。ちょっと思ったような効果が出てないな。ここで日没なので、敵の飛行場の破壊を砲撃で行っていきましょう。時間は早めていきます。敵飛行場撃滅。指定地点に到着。了解。了解。了解。はい、スペイン沖は敵の飛行場の破壊に成功してます。空母だけでも良かったかもしれないですね。第三艦隊がダメージ出てます。なので、第三艦隊を一度ジブラルタルに戻してドック入りして、かつジブラルタルの守りにつかせると。それが一番良さそうですかね。では、ちょっとそのような操作をしちゃいましょう。で、ドーバー海峡が狙えますからね。まずは、第三艦隊。これを、ドーバー、ジブラルタルに戻して、ここでドック入り、回復させます。で、空母艦隊はこのままカナリア沖じゃない、スペイン沖に待機。戦力戻ってきたら、ドーバー海峡を目指します。敵の艦隊は5号艦隊入ってくるという予想、予定。ですね。で、生産は輸送船を作りましょう。輸送船で鉄をごっそり持ってかれたけど、輸送船を配備して、こっから、しっかり得るものを得ていく。輸送船をおろそかにしすぎましたからね。うわ、これでもう輸送船なしか。いやー、輸送船。いくらでも数が欲しいけど、ちょっと輸送船の数が足りないな。残念。鉄がないんで輸送船がもう作れないという状態ですね。では、ちょっと今回あまり大規模な艦隊戦は起きなかったんですが、次回はね、ジブラルタルの攻略を行っていきましょうというところになるかと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で、動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひ Twitter の方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。